スザンナ・マルガレータ・ブラント、スザンナ・マルガレータ・ブラントは、ドイツ・フランクフルトの人物。ゲーテの代表作、ファウストの、ヒロイン・マルガレーテのモデルと1770年代に、起こった、英治殺害事件の二つでその名が知られている。兵隊の娘に生まれたスザンナは、両親の死後、フランクフルトの居酒屋で働き出した。その性格は、信仰心が厚く、接客態度が愛想よく、 純朴で、新教への信仰に扱ったとされている1770年11月の、ある夜、ズザンナは、仕事上の相手をした客の一人に睡眠薬入りの、ワインを飲まされた上でもて遊ばれてしまい、その数ヶ月後、ズザンナの働く、居酒屋の周辺の女たちの間でズザンナの妊娠が、噂となり、その妊娠を自覚したズザンナは、当時重罪であった父な思考を見ごもるという罪を、 自覚してその日、以来、人目を忍んで、路地裏の聖母マリア像に祈るようになった。そして1771年8月1日、ズザンナは一人の英イを出産するが、すぐにその場にあったオケで男児を殺害し、遺体を隠すと、その翌日に逃亡するが、それから間もなく、フランクフルトに戻って逮捕された。1772年1月7日、裁判の末に、ズザンナは、 死刑宣告を受け、その1週間後の1月14日に刑が執行された。ありがとうございます。